皆さんこんにちは、森有です。はい、ですね、今日はね、2個3個4個ぐらいに続きですね、なんつうんだ、ため撮りっつうやつをしてるんですよ。なので格好同じでごめんなさい。で、今日は質問コーナーです。これは私の携帯じゃないです。すごく大きいのを見て、まず1個目からですね。受験はどうやって乗り越えましたか？受験ですか？どの受験？受験いっぱいあるんですけど、私幼稚園受験をしてるんですよ。まずその時はもちろん記憶まっさらなんですけど、とりあえずピシッとしなさいって言われた記憶があって、とりあえずピシッとしてた記憶があって、で小学校は受験だったんだけど公立に行きたいって私が言ったの。なぜかって、すごく電車がめんどくさいから、まあ中学受験に引っかかるじゃないですか。中学受験で中学受験もするってなったんだけど、まあなんかしたくないと、なぜかって電車乗りたくないから。だから乗り越えてないんですよね、私自身。むしろ拒否ってきた人だったんですけど、まあここでですね、高校受験というものがあるじゃないですか。で結局高校受験ってなった時に、私胆石で入院したんですよ。でまたちょうどいい時期にね、受験のシーズン本当真っ只中の今の時期に、もう本当胆石でぶっ倒れて、結局手術して、すごいね、入院してた。どんぐらいだろうな、本当に志望校に行けなかったんですよ。だからすごいね、後悔してて、しかもね、出てきた石がね、納得いく石だったらいいのよ。コレステロールの塊だったの。ありえないでしょ。もうさ、もうデブじゃんって思って、痩せなきゃと思って痩せたんですけど、だからそのね、未練はねないんだけど、ただ私志望校はやっぱあったんですよ。あったんだけど、それにね関しては乗り越えられてないから、うーんって感じはある。で次、専門ですね。看護学校受けました。でその時はやっぱりひたすら勉強してました。本当にそれ乗り切ったかどうかは定かではないですけど、めっちゃ勉強してました。で単語帳とかよく言うけど、単語帳とか言うよりかは書いた方がいいです。本当にひたすら書く。単語帳は言って言葉にして頭に入れていくっていうスタンスなんですけど、まあそれもありです。もちろん言葉に出すっていうのはすごく大事なのであれなんですけど、まず書くこと、漢字もそうですけど、書いて覚えること、それちょっと後でこうちゃん先生に聞いてみたいと思います。ダイエットでなかなか減らない時にどうしてましたかっていう質問があったんですけど、私ね、減らない時はもう別に何もしてなかった。なんか停滞期って絶対来るから、なんかね、頑張っても頑張っても結局減らない時は減らないし、生理の時は絶対にまあ生理の動画を出したんですけど、この間頑張って蓄えようとするんですよ。血がこう排出される分、頑張って蓄えようとしちゃうので、女の子ってやっぱり痩せにくい体になりやすいんですよ。だからなんか今痩せないでってとりあえず今ストッパーをかけられている状態なんです、停滞期って。だからそのみんなが危ないから危ないからやめてみたいな、そのストッパーを頑張って外そうとすればするほど、向こうはもうずっとストッパーかけてくるんですよ、こうやって。だからもう向こうがちょっと、あ、こいつ大丈夫になったかもって、こうくるんって緩まる時っていうのが停滞期の抜けなんですけど、その抜けを見てスッて頑張る時があるんですよ。でそのスッて頑張る時っていうのは何かっていうと、いきなり食べなくなるとかそういうわけではなくて、ちょっとずつタンパク質を取って脂肪燃焼する体を作っていくっていうのが、そのストッパーかかってる時期にやっておくことで、なので本当に無理して運動しても痩せないっていうのは本当に痩せないので、無理やりねストッパー外さなくていいと思います。てかもう、なんて言うんだろう、簡単に言うとね、めっちゃ簡単に言うと、ゾンビのすっげえ隔ててる鉄板みたいな壁を無理やり拳でこうゴーンって叩いてるような感じ。無理じゃんっていう、その無理なことを今やろうとしてる状況みたいな、だと思ってもらえると一番わかりやすいと思います。なので無理なことは絶対しないこと。ダイエットの神で生クリーム一気してさ、感想が聞きたい。ダイエットの神やっちゃった私。ダイエットの神が降りてくるの方ですか？あ、そうだ、そっちか、そっちの神ね、オッケー、そっちのゴッドね。生クリームはマジで、その仰天ニュースの動画でも言ったんですけど、マジで美味しかったんです。だからハマっちゃって、
ってちょっとねデブ街道まっしぐらでしたね。だってうまいんだもん、彼に罪はない、あれはうまい、仕方ない。でも油だからね、塊だからね、油のマジで脂肪をそのまま摂取してるようなもんよ、口から。すごくない？なんか私見せてもらったの、生クリームの塊こんぐらいあるんだよ、あれ、あの脂肪にするとやばくない？これ1キロなんですけど、これ見せられた瞬間なんか現実見たよね。次の質問めっちゃ多かったです。これダイエットの方が多かったけど、この質問はね、私はね、ちょっと自分でもちょっとあれなんで検証してみたいなと思って、ピンク以外に好きな色はありますかとか、このようにピンクが明日からなくなったらどうしますかっていう質問があったんですけど、なんかね、まずこれまず脱がなきゃいけないよね。でこれもなくなるでしょ、で目薬させなくなるでしょ、ほんでちょっと待ってよ、でこれ着れなくなるでしょ、でスイカ使えなくなるでしょ、でスイカでもね緑だと思うじゃん、私ピンクだから、スイカあのパスモみたいな感じでピンク使えないでしょ。まずでもかろうじて銀入ってるからそこ許してほしい。で、でもイヤホンは残る、イヤホンは残るけど携帯ピンクだから使えないじゃん、携帯ピンクだから使えないでしょ。でスケジュール帳8個も無理でしょ、メモも無理でしょ、ペンも無理でしょ、このペンも無理でしょ、で充電もまずできないでしょ、コードだけ残るけど充電できないじゃん、むしろ携帯ないじゃん、無理でしょ、でポーチもうないから無理でしょ、鍵てか鍵すらさ、中もさ多分鍵ピアノちゃんじゃん、家入れないじゃん、無理でしょ、でサイドピンク無理でしょ、で何がある、あでも Wi-Fi は残る、あでも携帯がねえんだ、そう無理、あ充電器残る、だから携帯がない、ダメダメだって。でそうしたらマジで、あカイロは赤だよ、カイロは赤、カイロだけ残る、だから防寒とこれだけは残るけど、とりあえずなんか汚いな、とりあえずでもピンクなんで無理だね、結論無理だね多分。それにしても本当に気持ち悪いよ、ピンクショー、これしか私結論、生き残っていくためのまあ防寒はできるけど、襲われた時に殴れるぐらいのでかいなんかパワーバンクは持ち合わせてる、はい、てな感じです。何も残んねえ、あでも髪もなくなるよね、今もう黒にしちゃったから、ちょっとね私からピンクがなくなっちゃったらとりあえず全部なくなるっていう、全財産なくなるようなもんですね。なんか絶望感に満ち溢れたんで次の質問いきます。じゃあ森有ちゃんのダイエット方法なんですか、ちなみに私は踊ってみたで少し痩せましたが、やっぱり体重増えたり減ったりで、ぜひ教えてほしいです。はい、私めっちゃ踊ってました、本当に。あのむしろ私が後藤真希なんだって思って踊ってました。なんていうの、私モームス大好きなんですけど、とりあえずライブ映像流しの私がそのライブに出てるよ感を出して、とりあえずこうやって手振って二の腕まず鍛える、こうやって手振ってこうなんかファンの人がいるようにして二の腕鍛える、振る、めっちゃ振る、ほんでイエーイってやってジャンプしたりとかして、とりあえず完璧して踊るみたいな感じのことを してましたね。結構痛いやつなんですけど、そこはで、ここ本格的に言うね、あの体重増えたり減ったりしてるのは多分筋肉がついたりとかついてなかったりとか、脂肪が落ちたり筋肉落ちたりで多分体重がいきなりこう減動しちゃったりするんだと思うんですけど、そこはねあんま気にしなくて大丈夫と思います。むしろちょっと踊り始めた時にあれ体重増えたって思った方がまだいいと思う。水分が抜けてるだけなんで多分ね効果あんまりなしてないと思うんで、なんかよっぽどこうやってドリョクター未来あーみたいな、わかる、この二の腕に効きますってやつ、こうやってあのよくやるんですけど、みんなで拳強えな、こうやってやって、あのこう二の腕をこうやってみんなでカラオケとか行くときにてんてんあーんってあーんってやるんですけど、ここ二の腕に本当に二の腕効くのよ、みんなこれやってみて、本当ドリョク未来アビリフォースターの歌、あのモームスなんですけど、二の腕にまず右腕に引きますってやって、コーラス2回目で左腕に行くんですけど、今度左腕じゃん、でブン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 の時クソ回すんですよ、ブン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 で、マジで二の腕にめっちゃ
聞く歌なので、とりあえずそうだ We Are Live 聞いてみてください。あ、疲れた今。これが一番多かったの。質問がないです。質問が思いつきません。今更質問することねえわ。オープンすぎるんだと思います。質問したいんだけど思いつきません。残念ながら質問思いつきませんでした。質問なんか思いつかないです。めっちゃあるのに、っていう質問が質問、聞くことないんですか私ね。はい、ということでやっぱ質問コーナーって疲れるな。ということで今日の質問コーナーはそんな感じでございました。はい、盛り上がりでございました。これでも痩せそう。またね、バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。すごい疲れる。質問コーナーって大変。痩せる考えるって痩せるってことですからね皆さん。なんか勉強すると痩せるんだって。それはね、なんかうちのみんな周り頭いいんですよ、みんな言ってたから。皆さん勉強してください。勉強したら絶対痩せるので勉強してみてください。で、全然関係ないですけど、登録ボタンはこちらに、今日もこちらにあります。多分ここら辺に。でもね、1個目とかしてくれる子はね、登録ボタン見えないと思うんだよな。はい、ということでここですね。で、過去の動画はこちらら辺に載せておきます。別に決まりはないですけど、ここら辺にちょっと今日気分で載せておきます。はい、ということで盛り上げでした。最後までご視聴ありがとうございました。長々とね、ごめんなさい。はい、バイバイ、じゃあねー。